で今回の内容なんですけれども、えー、ETF の基本、まあえー、仕組みですとか特徴といったものを押さえた上でではその ETF をどういうふうに使っていったらいいのかっていうのをこう模索されているような、えー、ETF、えー、初心者の段階を卒業した初級者や中級者という方々を想定してお話をしてまいりますでまず目次の方で今回お話しする内容を簡単に見てまいりますでまずセクション0の方で、えー、ETF の特徴こちらはほんと簡単に復習という形でお話をしていきたいと思います で、セクション1の方では世界の ETF 市場、で、主に米国の ETF 市場について、えぇ、ーまあえー、代表的な銘柄を中心に紹介するような形でお話をしてまいりたいと思っております。セクション2の方では、えー、ETF を利用した投資手法ということで、こちらが今回のメインテーマになりますが、ETF を使ってこんな、えー、と投資手法ができますよということを紹介してまいります。 で最後にセクション3の方では取引する上での注意点についてお話をしたいと思っております少し詳しく銘柄を紹介していきますとまずこの一番上ですね ICRs MSCI ACWI インデックスファンドこちらの銘柄は先進国と新興国を合わせたもう世界全体を投資対象としたファンドですですので株式,を投資株式を使って国際分散投資をしたいと思っておられる方がいたいおられましたら えっと、この ACWI、こちらの銘柄さえ使ってしまえば、もう国際分散は完了してしまうという非常に優れたファンドです。二つ目。こういったポートフォリオをどうやって ETF で組んでいったらいいのかというのを、次のページの例の方でまとめています。で、まず株式の部分なんですけれども、こちらは先ほど紹介しました ACWI。これさえ使ってしまえば、株式の部分はカバーが可能です。 ACWI 以外にも、ヴァンガードのトータルワールドストックインデックスファンドっていうものもありますので、こちらを代わりに使うことも可能です。どちらかさえ使っておけば、その株式の部分の投資は完了します。で次にヘッジファンドの部分なんですけれども、ここも先ほど紹介しました、ヘッジファンドに、ヘッジファンド指数に連動する銘柄を使っていただくということになります。で再建の部分なんですけれども、まずその、 米国債権の部分に関しましては、この AGG ですね、米国債権全体に投資をする銘柄を使います。で次に、えー、今回最も要な力を入れて話したいと思っているところなんですが、相対的なリターンの差を狙う投資手法について、いくつか紹介をしてまいりたいと思っております。相対的なリターンの差に注目する理由というところで、ロングだけの投資を行った場合について見ていきたいと思います。でまあ、ロングだけ。 まあ、いわゆる買い持ちだけの場合の投資ですね。こういった買い持ちだけの投資の場合ですと、このまあ、例えば ETF を購入して、その後に価格が上昇すれば、上昇してしまえば、その投資は成功したと言えるんですけれども、もしその ETF を購入した後に価格が横ばいだった場合、この場合はまあ失敗ではないけど成功と言えるのかなというような形になります。で逆,逆にその価格が下落してしまって、場合は、 もちろん投資は失敗したということになります。他店から見ていただくと分かる通り、そのロングだけの投資の場合ですと、価格が上昇するっていう方向性が見えていなければ、その投資機会はないと言えます。ただ、最近のようなその不透明な投資環境の中ですと、こういった方向性が確実に見えているという環境はかなり少ないように思います。で、例えばなんですけれども。 あの有料だと思う銘柄はあったけれどもその市場全体の先行きが不透明で、まあ、市場全体がもしかすると下落してしまってその動きに引きずられてこの有料な銘柄も下落してしまうかもしれないこういう環境は必ずあると思いますじゃあこういったときは投資を見送るべきかという疑問が湧いてきますでそういった場合なんですけれどもここまで、えー、相対的なリターン差を狙う投資手法の概要についてお話ししてまいりましたけれども じゃその相対的なリターン差はどういったところから狙ったらいいのというような、あの、市場の傾向をお話をしてまいりたいと思います。でまず、景気動向に合わせたセクターローテーションということで、まあ、その公共時には景気に敏感に反応する業種、不況時には景気の影響を受けにくい業種などという形で、その景気動向に応じて業種配分を変えていく手法があります。で、えー、このセクター配分の中でピンク色に塗っているのが、 いわゆる景気に、景気敏感と言われているような教種です。で、緑色を塗っているのがディフェンシブ性の強い教種になります。で、これを見ていただくと分かる通り、大型の方であればセクター、まあ、あの、で、上からその配分が大きい順番に並べてありますけれども、の大型であれば、海外 ETF 投資入門様々な相場局面に対応するために海外市場で 直に ETF を取引、実践的な取引手法を学ぶ。海外 ETF とは、海外取引所に上場している ETF、上場投資信託のことです。本 DVD では、日本国内の ETF と比べ、メリットが多い海外 ETF を、実際にどう選び、どう実践的に取引していけばいいのか。 海外 ETF 投資入門の著者である小畑隆弘氏が分かりやすく解説いたします。国内ネット証券では取り扱わない米国 ETF にどういった銘柄があるのか、また、それらの銘柄をどのように利用すればいいのか、などの疑問に答えるべく、米国 ETF の代表的な銘柄の紹介、ETF を使った投資法、特に、 分散投資以外の使い方を中心に解説しています。なお、現時点では、米国 ETF すべての銘柄を売買するためには、海外証券口座を開設する必要がありますが、当 DVD を通して、国内証券会社で取り扱い可能な海外 ETF では物足りないと感じている方や、長期投資だけで、 資産運用することに不安を感じている方に、新たな視点を獲得いただけることでしょう。